こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはゴーリン、デズード、この馬も好スタートを切りました。イタリアンプレイ、前に行きそうです。デズード、それに続いています。さらにはロータスプール、14番ファンモア、その後ろ後方に控えたのがアイルトンポラリス。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはデズード、その隣にイタリアンプレイ、その横にミスターベイリーズ、ホーリング、すぐ後ろ内からはディスタントビュー、その外からゴーンアリーナ、内からはロータスプール、その隣にザサウンド、その外にアイスバースト、ダンツシアトル、後ろからになりましたアイルトンポラリス。それに続きます。並んで6番アンダーソロン、しんがりからバイスバック、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、ここでオーリン先頭に変わりました。ミスターベイリーズ、ほとんど差がありません。デズード3番手、ダンツシアトル交代、ダンツシアトル大丈夫か。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オーリング先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はデズード、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。オーリング先頭、あと 200m、 オーリング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンツシアトル、ダンツシアトル、もう一伸び、ダンツシアトル1着、ダンツシアトル1着、2着にはどうやらオーリング、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。キャピタルカーソン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。西のフラワー、前に行きそうです。キャピタルカーソン、それに続いています。さらにはサザンホール、1番マウントウィング、その後ろダッシュウィン、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からキャピタルカーソン先手を取りました。内からはサザンホール、グローブラピス、そのうちに続いています。その外にドルフィンストリート、マウントウィング、そのうちに続いています。内からはサイエダティ、ビッグストーン、そのうちに続いています。その外にクールコング、アラビアエリート、そのうちに続いています。その外にフドジェニー、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前に戻りましょう。先頭は西のフラワー、短期の逃げに持ち込めるか。その外からコーナーランド、内からはドルフィンストリート、その外からキャピタルカーソン、内からはミスドフライト、その外からサザンホール。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。西のフラワー先頭、3馬身から4馬身のリード、あと 200m、 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はサイエダティ、西のフラワー独走、西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着はサイエダティ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シンフォニーウィンザー、これは好スタート、
グランパドシアター。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグランパドシアター花に立ちます。その後ろからはレディーロード、この馬も上がっていく構えです。さらにはマッハミラクル16番ステージチャンプ、その後ろミルフォードボード、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。レディーロード先手を取りました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはレディーロード、その後ろからはグランパドシアター、その外にマッハミラクル、並んで9番シンフォニーウィンザー、すぐ後ろにパリスチェンジ、その外からフライトクリフ、並んで8番シャトーアーチ、マジカルサンクス、この馬もこのグループ、すぐ隣にベールタマンド、ミルフォードボード、すぐ後ろその後ろにファイティングサプライズ、その隣にボンローツイスト、その横にダンキルデア、シャインシャトー、すぐ後ろ最後方にドクターサウンド。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。13番マッハミラクル、一気に先頭に立ちました。ステージチャンプ好位をキープ、内からはグランパドシアター、レディーロード、そのうちに続いています。パリスチェンジ、それに続きます。その外からフライトクリフ、内からはボンローツイスト、並んで11番マジカルサンクス。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からシンフォニーウィンザー、先手を取りました。その外にマッハミラクル、グランパドシアター、そのうちに続いています。その外にフライトクリフ、白の帽子、レディーロード、その後ろすぐ後ろにボンローツイスト、並んで10番ドクターサウンド、その外にダンキルデア、シャトーアーチ、そのうちに続いています。さあ先頭はパリスチェンジ、2番手はステージチャンプ、絶好の手応えです。シンフォニーウィンザー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。パリスチェンジ先頭、差はほとんどない。2番手はステージチャンプ、先頭を捉えるか。パリスチェンジ先頭、差はほとんどありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わったステージチャンプ、ステージチャンプ先頭、残り 200m、 ステージチャンプ先頭だ。残り 100m、 ステージチャンプ差を広げる。2番手はラウンキルデア、ステージチャンプ今ゴールイン、段違いの強さです。ステージチャンプ1着、2着はラウンキルデア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはセカンドアメジスト、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は千本桜、先頭を捉えるか。セカンドアメジスト先頭、あと 200m、 千本桜伸びてきた。残り 100m、 エイシンバーリー抜けた。2番手は千本桜、エイシンバーリー1着、エイシンバーリー1着、2着にはどうやら千本桜、エイシンバーリー見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは待機ブリザード、待機ブリザード先頭、2番手は堂島無敵、追いすがります。あと 200m、 待機ブリザード先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。待機ブリザード2番手は堂島無敵、待機ブリザード今ゴールイン、
段違いの強さです。待機ブリザード、1着2着はノーブルダブリーン、待機ブリザード見事一番人気に応えました。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の桜栄光王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。セーフティーク、これはいいスタートを切りました。桜栄光王、この馬も好スタートを切りました。加熱クロス前に行きそうです。続いていくのがオータムリーガル、エトワールポット、そのうちに続いています。内からはギャラントバック、アドマイヤーライブ、そのうちに続いています。その外に第二赤頭、その外から桜栄光を並んで16番、ステイハピネス、シンボリレーサー、そのうちに続いています。成田ブライアン、後ろからになりました。ノーブルソウル、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのはセーフティーク、その後ろにカネツクロス、その隣にゴーゴーゼット、その横にギャラントバック、エトワールポット、すぐ後ろその隣に第二赤頭、その横にステイハピネス、すぐ後ろにアドマイヤーライブ、その後ろからは桜栄光を並んで15番、ノーフライヤー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気の成田ブライアン、現在馬群の中ほどにつけています。では前の方からゴーゴーゼット先手を取りました。これに続くのがセーフィーク、加熱クロス、すぐ後ろ、その後ろからはギャラントバック、エトワールポット、そのうちに続いています。その外にステイハピネス、緑の帽子、第二赤頭、その後ろすぐ隣にアドマイヤーライブ、その後ろからは桜栄光王、赤の帽子アウトオブエイブ、その後ろ成田ブライアン、この位置です。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は加熱クロス、加熱クロス、さらにリードを広げます。ゴーゴーゼット、ほとんど差がありません。セーフィーク、3番手成田ブライアン、いい位置、安城のゴーサインに応えるか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。加熱クロス先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は加熱クロス、残り 200m、 これは完全にちぎれた。成田ブライアン抜けた、このまま決まるのか。2番手はエトワールポット、成田ブライアン独走、成田ブライアンぶっちぎりです。成田ブライアン1着、2着はエトワールポット、成田ブライアン3冠達成、見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。